皆さんこんにちは、ピアニストの杉田恭平です。今年は僕の干支でもある犬年で、年男として、活動してまいりましたけども、非常に充実した、年だったかなと思っております。オーケストラの方で言いますと NHK 今日、読売今日、そして今年でですね、都内の、ほとんど、全てのオーケストラと共演したということであって、非常に、充実していたかなと。そしてソロに関しては、計19公演ですね、夏のツアーがありましたし、あとは自身がプロデュースしている MLM のダブルカルテットの公演も、大成功で終わりましたし、非常に、今年は満足しております。皆様どうか、寒い、冬年越しとなると思いますので、気をつけて、良いお年をお迎えください。僕も食べ過ぎないように気をつけます。それでは、杉田恭平でした。